この試合をね、やろうって言ったら本当ね、お母さんなんですよママもね、心を置きなくプロレスできないじゃないですかじゃあどうすればいいのか、はい、リング上に連れていこうと、うん、大きい音を出すと子供たちがびっくりするから音を鳴るのさ、控えろととなる技が使えない使えないアントニオ・ホンダさん不憫好きと楽しいをシェアするディートナプロレス部ですはい、というわけでということではい。 来ましたね。今日の動画は。はい、またちょっと。まあ、王道とは、ちょっと違うプロレスの楽しみ方。そうですね。えっ、ー、と、波及、邪道です。<laughs> <laughs> はっきり、はっきり言いますね。そうですね。はい、まあ、ね、でも、プロレスって、本当に、いろいろなものがプロレス。だと思うんですよ。リーグ上で行われること、ということは、すべてプロレスなんですね。わかりますか、皆さん。リーグ上で行われていること、これすべてプロレスです。 それを見てですね、うん、えっと今から言うのをですねあの検索していただきたいんですが、はい、ちょっと一緒にね見ていただければと思います、はい、旧姓広田さくらアントーニオ本田、ダ2019年7月29日東京新宿フェイスですわ、はい、かりますか旧姓広田さくらアントーニオ本田、ダ2019年7月29日、うん、東京新宿フェイスで行われる DDT プロレスリングの試合です、はい まあ何もやらずにまずね、あの皆さんまず検索していただいて、まず,はい、まずそのね動画に行き当たっていただきたいと。はい、でとりあえず再生ボタンを押していただければと、いはい思いますね。はい、というわけで再生ボタンを押しました。さあ今早速ですね。はい、なんか、んなんかいますね。いますね。広田、ねはい、さん、このプロレスリングウェーブの所属選手なんですけどね。はい、いろんな団体から引っ張りだこなんですね。まあ、はい、お願いがあると。お願いがあります。うん、うんうんうん。 走り回ってますねマイクを引っ掛けてこの子供はあの広田さくらさんの息子あ息子と娘さん旧姓広田さくらさんですね自分のねプロレスリングウェブの時には女性のレスラーが多いのであの広田さくら選手が戦う時っていうのは他の選手があやしてくれるんですよただ今回は DDT プロレスという全く違う団体でございますので ここの団体に来た時にはですね、やはりあやしてくれる人がいないんですよ。勝手違いますもんね。そうですよ。ということはやっぱりママもね、あの心置きなくプロレスできないじゃないですか。そういう時もありますかね。ありますよ。それはそうですよね。じゃあどうすればいいのか。リング場に連れて行こうとプロレスですもん。そうですよ。リング場に子供が二人いるんです。それだけですよね。それだけです。はい。なるほど。もういやプロレスですね。普通にね。ただ本当 なんていうのかな、もうね対戦相手のね、アントニオ・ホンダさんが不憫。それはそうですね。だから何してもまずいもん。何もできないですもんね。何もできないよこれ。どう試合を作るのかとももうそこだけですよね。あ今。はい。はい、キノ君とメグちゃんです。とメグちゃん。はい、名前紹介がありましたね。はい、ちゃんとねリングインして紹介されて。写真撮影オッケーです。あ、なるほど。なかなか。 今ね、やっぱコンプライアンス的な問題もありますからね。はい。でも大丈夫ですよ。この子た達は写真。プロレスラーです。プロレスラーです。はい。もうリング上がって、走り回ってますもんね。はい。はい。レフリーがね。あの、先週以上に子供にね。気を使うって。子煩悩か。この見た目で子煩悩か。いまた、やっぱりね、子供は無邪気にね。子供にとってリング上も、普通の家も一緒ですからね。リングと変わりありません。確かにそうですよね。はい。ちょっと広い遊び場。はい。 で今ゴンが鳴ったんですけど、ちょっとフカフカするなぐらいな感じなんですけど。<laughs> ちょっとほじむのみたいな感じ。ね、なんかねあの、うん、寝転がって遊んでも怒られない全然怒られませんよ。はい、ただアントニオ本田選手やりにくい。<laughs> <laughs> <laughs> どっち見ていいかわかんないそ。そうですよね。はい あ、でも、まあ、一応、今、今、子供がね、動きが止まりました。見てる。見てる。ママが、なんか、ちょっと、され。ママが痛がってるぞと。あれ。あれ。あれって、このおじさんは何なんだろうと。悪者。いや、でも、ちょっと、はしゃいじゃうんですね。いつも見てるから、あ、まあ、楽しいことしてるんだ。あ、まあ。ママ。ママ、楽しいことしてるんでしょと。ああ、痛い。ああ、でも。決まってるよ。腕を締め上げていきます。おっと、ここで、今度は。 広田さん。腕を取ったアントニオホンダの腕を決めていきます。助け求める。助けを求める。子供に助けを求めているのが、なんだろう、このおじちゃんっていう。でここでまた腕を返す。アントニオホンダ。そして腕を決めに行きました。この攻防ですね。めぐちゃんはさっきから微動だにせず見てますよね。レッフェリングしてるのかな、一緒に。そうです。キノ君は周りをくるくる回ってますね。衛星のように回ってますよね。回ってますね。 マットの硬さを確かめてるんでしょうかね。もうね、さっきからね、アントニオ本田選手がね、ずっとで、あのね、木戸君をね。気にしちゃってますよ。だいぶ気にしちゃってますね。あっと、ここで逆水平、チョップが入りました。あれ。ここで、木ノ君とめぐ君がびっくりしちゃいましたね。ああ、いきなりね。ここで、ちょっと。あ、ちょっと。廣田桜選手がマイクを要求しましたね。ここで、何があるんでしょうか。 大きい音を出すと子供たちがびっくりするから、うん、音を鳴る控えろと音なる技が使えない使えない致命的ですねどんな技だったらいけるんだろうと、うん、どんな技でしょうかあお客さんの感性は,は,そ,れはそれはいそれはいんだ、はい お母さんが人気があるということでできればロと桜のことを応援する声をね声援を上げてほしいと技による音は NG ですさあこれは困ったというところでどう戦っていくのかというところで後半戦ですねこれ今たまたま10分ぐらいですかね10分ぐらいですね10分に12秒ぐらいですかねこれはああ ロープとグラウンドの攻防があり,があり、ね、ただ動くのもなかなか気を使うちなみにこの技は高田順次っていう技なんですそのやり取りをちょっと今してるとこれ、ね、本当にね自分がやらないときね相手にねなすりつけるという <laughs> でね相手がねなかなかやりにくいんですよ長代千草さ,さんもやってました、ね、<laughs> 長代千草にやらせます

でもあれですか、お父さんが、ね、渡辺哲さんですから俳優のお<ー>アントニオ本田選手のあ、そうなんです,、ね、そうですアントニオ本田選手ね本当は俳優さんの道に行きたかったんでしょうけどねいやなんかね顔立ちもね、はい、すごくしっかりはっきり、ね、テレビ映えしそうなお顔なのにそうなんですよね、うん、まあ、画面の中ではなくてリング上という中でね、うん、表現を確かにねはい。 残念、ね、ながらこれはギブアップをしないという感じですか、ね。感じですけど最後に。あここでですねあ,あのアントニオ本田選手はいつもゴンギツネというですね前日の夜にですね作ったあのお話をすることになっています。うん、それを今披露したわけですね。すはい。パピコを今買いに行ったという、はい、物語を作ってきました。ガ、ね、ンガンカムってきた。 この方がやる時は全て下ネタですそうですね聞かせていいのか子供の前で下ネタを披露するってなかなかやらないんですけどね本当ですよねお母さんいる前で言ってますね今言っちゃいましたね男性のものを言ってしまいましたね今ネッ言っちゃってますねそして子供に返されてこれもうはい決まりですね今きのく君がーカウントを取りに行きました でレフリーがちょっとレフリーがちょっとまだおぼついてるんですけど、あ,<れ>あメグちゃんも行くかメグちゃんと機の…回殺れる可能性ありますからね。はいダブルでフォールしました。はい、しさあ、親子フォールワンツースリー見事見事ねおやこの勝ちですね。広瀬の勝利ですよ、やっぱり、はい、やっぱり、えー、家族の力には勝てないんですね。えー、まだなんか言ってますね。<laughs> <laughs> この試合をねやろうと言ったら本当、ね、お母さんなんですよ <laughs> 実はこの試合の後にね今度は後楽園ホールでも同じような戦いをやってるんですよ。シリーズものとして。シリーズものとしてこれはねあの多分 DDT のです、ね「うん、レッスルユニバース」というあの動画の方にあると思いますので、うん、見ていただければと思いますが気になる方はぜひというところですね。でも、ね、この何がすごいかいかととう 長与選手っていろんな選手を生み出してるんですけど、はい、長与千種選手が生み出したレスラーで僕天才が二人いると思ってて一、はい、人は里村芽衣子選手これ仙台ガールズプロレスリングを立ち上げた人で今 WWE で活躍してるんですよ。これがもうあのプロレス界の横綱と言われてる選手そして同時期にね、あのー、育てたのがと桜です、ね、はい,はい、はい、今の、うん、そうなんですよ。来た 全く真逆の天才を。うん、ま、何て言うの1人の選手が育てると、どうしても自分に似たような系統の選手を育てるじゃないですか。でも長尾選手って僕一回聞いたことがあるんですけど、はい、あの広、ー、田さくら選手に聞いたら長与選手って自分の中で。 1> 1つ何か出せばそれをちゃんと形にしてくれる選手なんです人なんですって永野選手、うんうん、でそのことを長浦さんに聞いたんですよ「うん、長浦さんそうなんですか?」って言ったらでもその一つを出さない人もいるんですって、うん、でも一つを出してくれたらどうにかあのレスラーとして見いだすことをしたいっていうことをおっしゃってましたね、うんうん、長野さんそのためにもう本当心理学とかいろんな勉強をねめちゃめちゃしてるんですよ。 プロレスラーもただ走って殴って飛んでるだけじゃないんですね。い,すいやもうね長吉選手はねあの全日本プロレス新日本プロレスとかの過去映像というのをいろいろ見てジャイアント馬場さんこれはねちょっと使えるかどうかわからないですけど、はい、あの柳沢武さんという方がですね、はい、書かれた本に書いてあったんですけどジャイアント馬場さんがこう敵にやられてるときにタッチを要求するんですって、うん、タッグマッチでその時に手を裏返しにしてるときはタッチに応じなくていい。 その代わり本当にタッチに応じてほしいときはこういうふうにやるらしいんですよ。はい、っていうのを何回も見てるうちに長千さ,さんんは分かっったんですってね<ー>だからプロレスっていうのは心理学が入ってるよっていうこと深いんですよプロレスはこれもねちゃんとプロレスですからねそうですよリング上に子供がいようがねリング上で行われてることはすべてプロレスですからね。 いやー僕このプロレス今までで一番熱く語ったかもしれないなるほど、ね、まあこれもプロレスですからいや、面白いですよねはい、はい、なるほど。 もしね、興味があれば、DDT はね、こういうこういう系のこともよくやってますからね。こういうことはやってますし、もれプロレスプロレスリングウェーブというところが、あの急生桜選手が所属しているところですので、急生桜選手、急生桜で、あ、ひろた桜で検索していただければ、いろんなものが出てきます。それもまた面白いですね。面白い、見ていただきたいと思います。ぜひご覧ください。はい、はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。また。 次回の動画でお会いしましょう。さよなら。なら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。